こんにちは。今日ご紹介します N ゲージは、まずは、ポポンデッタさんの、型番なんですかね、6010、具体的には東武鉄道500系リバティ6両セットというものですね。これがまず一つで、やっぱりこう N ゲージとかというものをこう触り始めて思うのは、まあ多分無限にとは言いませんけども、列車だけでも車両だけでもものすごい種類が出てる。で、そんな中で何を買うのか、まあいろいろあるでしょうね。自分の好きな列車、汽車、列車っていうのもあるでしょうし、もう一つは自分が乗ったことのある列車っていうのがあるかと思うんですけども、やっぱりこういろんなこうバリエーション、列車がいろんな列車がある中でどれを買おうかなっていうので、やっぱりこう自分の中でいろいろ考えるんですけれども、乗ったことある列車っていうのは自分が実際にその列車に乗ってるわけですから、それを目の前で走らせて、実はそのまあごくごく当たり前なんですけれども、乗ってる電車の外観は、走ってるところは乗ってる人間は見れないんですよね。まあ当たり前なんですけど、で実際走ってるのを外から見るのだってそこまで行かないと見れない、線路のとこまで行かないと見れない。なかなかその乗ることはあって、でもそれを見るためだけに行けるかっていうとなかなかそういうことはできないっていうところはあるんで、もちろんその他の YouTube に上げてもらってる動画を見たりすることも一つですけれども、まあ一つはこういうふうに自分の乗ったことあるものっていうものを買うっていうのは一つあると思います。まあ出てきましたかね、悪友の N さんという人と、このリバティに、その時は多分リバティ会津号だったかなに乗ったんですけれども、その線路に止まってるその列車を見て、その正面前から見て、ああなんかその自分が知ってる列車の中のイメージとはちょっと違う車両が目の前に止まってたんですね。いや、正直まあ見た瞬間、その正面から見たんです。正面というかその列車の前面だったと思うんですね。後ろじゃなかったと思うんですけど、見たんですよね。まあ正直なんかかっこいいなと思いました。もちろん車内も綺麗だし、比較的新しい車両列車だと思うんですけれども、すごくこれはこういうのがあるんだなっていうのが一つありました。そしてもう一つは、ここちょっとこれ見えないかもしれないですけども、加藤さんの D51、これはなんだったかな、スターターキットかなんかの中に含まれてたやつなんですけれども、 D51 蒸気機関車 D51 というものがあります。でそれには後ろに客車は何でしたかね、オハ35とオハ33っていうもの、まあこれ空なんですけども、乗ってるんで空なんですけども、こういうセットがありました。で蒸気機関車って言われると、多分 D51 という蒸気機関車はまあ多分一番有名といっては言い方はどうかと思いますけれども、まあいろんな人が、多くの人が知っている蒸気機関車、まあ有名だからよく知られた蒸気機関車、日本の蒸気機関車 D51 っていうのは出てくると思います。でいろんなところに保存されてますね。生態保存されてあるのもあれば、
動態保存されているのもありますけれども、まあそういう意味では、日本の蒸気機関車の中で、まあ有名な、よく知られている D51 に対、それに対して D51 が引く客車として、オハ35とオハ33がつながってます。加藤さんのセット B、何だったかな、スターターセットかなに含まれてるやつです。で、蒸気機関車で D51 っていうと、まあ、マニアの中からすると、蒸気機関車は D51 だけじゃないもんねっていう言い方もあるでしょうし、いろんな見方があると思います。ただ、たまたまこれはセットの中に入っていたというのはありますけれども、自分の中ではその蒸気機関車っていうもの、ちょっとこれ下ろしますかね。蒸気機関車っていうものが、Nゲージを始めたばっかりであれなんですけれども、こう思うのは、普通、気動車、まあディーゼル、客車、あるいは、電気機関車、それとか、なんだろう、電車、まあ何でもいいんですけれども、そういうものって、まあ当然ですけれども、レールから収電してモーターを回すこと、モーターを、まあその収電した電力を使ってモーターを回すことによって、でモーターを回して台車の車輪を回して前後に動く、まあそうなんですけども、そうなんで、見てればその列車が動くという意味では動くんですけれども、そのモーションがあるんですけれども、やっぱり蒸気機関車っていうのが初めて思ったんですけども、自分の中で思ったんですけども、その動輪が動くで、まあまあ蒸気機関車の動輪が動くっていうのはまあ当たり前なんですけれども、 Nゲージ、要するに鉄道模型って言えばいいのかな、その中で動輪が動くっていうのはやっぱ自分の中ではちょっと、まあまあごくごく当たり前なんですけれども、新たなそのイメージだったですね。やっぱりこう他のものは車輪が動くことによって列車が動いているというモーションはありますけれども、例えば蒸気機関車が動いているというモーションに加えて動輪が動いているっていうモーションがあるんですね。動きがある。で、それは非常にこう、まあ躍動感っていう日本語はちょっと当てはまらないと思いますけれども、あ、これは動いてるんだっていう感覚を強く植え付けてくれたと思います。そういう意味で多分今あるものはこの加藤さんの D51 っていう蒸気機関車だけなんですけれども、多分自分の中では蒸気機関車っていうのはその鉄道模型 N ゲージの中でもこう特有のこう動輪が動く、あの動きっていうのはやっぱこう独特だなと思いました。なかなかこれはいいものだと思ってます。なのでその別にその蒸気機関車だけを集めるとか、なんとかだけを集めるっていうほどそのこだわりというかその縛りはないんですけれども、その動きという意味では、あ、蒸気機関車っていいなと思いました。